就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。東京都知事の小池百合子氏は、カイロ大学の学長名で発表された、小池氏の卒業を証明する、という声明が意図的に出されたと認識していると述べた。これは、月刊誌、文藝春秋で、元側近が、小池氏の学歴詐称疑惑の隠蔽に加担したと告発した、記事に対する反論である、元側近である、小島敏郎氏によると、この声明は、小島氏の提案により出されたものであり、小島氏は、声明の発表が迅速すぎるとして、疑問を呈している。小池氏は記者会見で、すでに公表されている卒業証書と、証明書を強調し、卒業の事実があるからこそのスピード感である、と主張した。しかし、小島氏は卒業しているかどうかの証拠を全部出すべきだと述べ、小池氏に全ての証拠を公開するよう求めた。小池氏自身は小島氏の提案を鮮明に覚えていないと述べている。この状況は小池氏の学歴に関する透明性を求める声が高まっていることを示しており、今後の公開される証拠によってこの問題がどのように扱われるかが注目されている。水原一平容疑者39歳、ドジャースの大谷翔平選手29歳の元通訳として知られるが、銀行詐欺容疑で訴追された2021年9月に違法賭博を開始し、堂本と接触を持っていた水原容疑者は賭け金を重ねる中で巨額の不正送金を行ったことが判明した。米連邦裁判所に提出された資料によると、彼は大谷選手の信頼を利用して大谷選手の口座から1600万ドル約24億5000万円以上を不正に送金していた。堂本からは信用額の上限を引き上げるためにバンプされ、賭けの信用額を増やすことが行われた。しかし賭け続ける中で約4000万ドル約61億円の損失を抱え、堂本側も取り立てを強化した。水原容疑者は大谷選手の野球選手としての報酬が振り込まれていた口座を悪用し、オンライン送金手続きを可能にするために大谷選手本人を名乗り、銀行に電話をかけるなどしていた。水原元通訳は、違法賭博による負債とその隠蔽行為が公になった際、韓国から堂本に、私は彼から盗んだ、もう終わりだとメッセージを送り、不正行為を認めた。3月に亡くなった声優のタラコさんが長年演じていた人気アニメちびまる子ちゃんの主人公まる子役の新たな声優が菊池心さん41歳に決定したと、アニメの公式 X 旧 Twitter で12日に発表された。菊池さんは21日の放送からこの役を担当し、ファンに支えられていることに感謝の意を表しており、はじめは新しい声に違和感を感じるかもしれませんが、温かい目で見守っていただければ幸いですとコメントしている。菊池さんはワンピースのトコ役など多くのアニメで重要な役を演じてきた経験を持ち、ちびまる子ちゃんにも過去に出演経験がある。彼女の経歴と演技力がまる子役を新たな次元へと導くことが期待されている。タラコさんは30年以上にわたりまる子役を務め、その個性的な声と演技で幅広い世代から愛されていた。彼女の死去は多くのファンにとって大きな悲しみであり、その遺産を引き継ぐことは菊池さんにとっても大きな挑戦となるだろう。しかし彼女のこれまでの実績とアニメへの深い理解がこの責任重大な役割を果たす上での強力な支えとなるはずである。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。